はい、こんにちは、高井根です。今日はね、えー、たまたま、ハフィントンボストンのね、えー、このライフスタイルのところの、えー、実は学歴で年収は変わらないというね、えー、ページを読みました。これ読んでるとですね、えーまあ、どの高校行くとかね、えー、どの大学を行くとかっていうのはあんまり関係なくてね、えー、5歳までの教育が大事やと。 いうことが科学的に、ねえー、証明されているっているうのが書いてますでこの科学的な、ねえー、証明をもとに、えー、いろんな施策を立てていくのを、えー、エビデンスベーストというみたいなんですが、えー、アメリカではね、えー、こういうエビデンスがある情報しか、えー、政策として補助金とか出したりしないみたいですね。 で、これを読んでねちょっと僕も、えー、新しいコンテンツを考えました、えー、ハフポストにちなんで稲ポストということで、えーまあ、エビデンスにね、えー、基づいた情報を集めていきたいなと僕も思ってまして今回はね、えー、5歳までの運動体験が肥満に影響を与えるのかということで、えー、記事を書いてみました 先ほどのね、えー、ハフィントン・ポストの記事では、えー、5歳以下の教育や健康への投資が生涯にわたって大きな影響を与えるというふうに書いてました。えー、そうするとね、えー、僕の仮説としては、えー、5歳以下にね、どんな運動をしたかによって、今、肥満かどうかっていうのが、もしかしたら関係あるかもしれないなと思ってます。 そこでね、えー、皆さんにちょっとアンケートに答えてほしいなと思ってます。このブログにね、えー、アンケートに答えるっていうボタンありますんで、これを押してもらうと、アンケートフォームの方に飛びますね。でここで簡単に年齢と性別だけ入れてもらって、えー、このアンケート自体ね、 現在太っているあなたに質問ですということなので、太っていない人はちょっと答えられないんですが、もし自分でね、ちょっとぽっちゃりしてるとか、太ってるとか思っている方に関しては答えてほしいです。で、質問の内容なんですが、5歳までに誰とどんな運動をしていましたか、該当するものすべてにチェックしてください。ということで、チェック項目が、スイミングスクールや体操教室、サッカー教室なので、 えー、専門の先生に運動指導を受けていた、えー。該当する人はね、ここにチェックを入れてください。次に、父親と一緒によく運動していた。えー、該当すればチェック。で同様に、母親と一緒によく運動していた、えー。友達や兄弟と公園や幼稚園、保育園でよく運動していた。積極的に自ら運動することはなかった。ほとんど運動していない。 運動していい、た記憶がない、えー、これね該当するもの全てにチェックしてください僕の場合はね、えー、上4つ全部該当しますので、えー、かなり運動していた方だと思いますねスイミングスクールとか、えー、体操教室にも通ってましたね、えー、で暇があればね家の廊下でよくキャッチボールとかね、えー、公園で走り回ったりとか よくしてましたんで、全部に該当してると思います。チェックしたら、確認画面進むっていうのを押してください。こうするとね、アンケートが送られてきますで。今後ね、こういう形で、いろんなね、アンケート情報っていうのをね、調べていきたいと思ってます。でこれをね、運動の指導に役立てていきたいと思ってますので、もしよければ、 えー、アンケートにね、ぜひお答えください。以上です。